ねえねえ、ミカ、今時間ある？大事な話があるんだけど。大丈夫だよ？何何どうしたの？あのね、多分びっくりすると思うんだけど、私、結婚するの。え、結婚？おめでとう！ありがとう！え、でも彼氏いたの？何も聞いてなかったからびっくりだよ。えへへ。実は、まだ付き合って1ヶ月なの。1ヶ月？超スピード婚じゃないの。お腹に子供がいることが分かってさ。それで結婚することになったんだよね。子供？やだ、妊娠もしていたの？すごくおめでたいじゃない。結婚もだけど妊娠もおめでとう。ありがとう。それで旦那さんはどんな人なの？どこで出会ったのよ？例は友達の紹介かな。友達なんだ。大学時代の？違うよ、小学校時代の友達。誰だろう。小学校時代なら私も知ってる人だよね。私というか同じ小学校だったし。知ってるっていうか紹介したのはミカ本人じゃん。私？なんで？ミカが私とカリを引き合わせてくれたんだよ。待って、怖い怖い。私ユウカに男の人なんて紹介してないよね。誰かと勘違いしてない？何言ってるのよ。私にソウスケくんを紹介してくれたじゃない。ソウスケ？待って、ソウスケは私の婚約者よ。昨日までよね。でもソウスケくんはもう私と結婚することになったから。あ、何よそれ、どういうこと？だから言ってるでしょ、私1ヶ月前からソウスケくんと付き合ってるの。それでめでたく妊娠が分かったから結婚するの。ミカは私の友達でしょ。もちろんお祝いしてくれるよね。何言ってるのよ。ユカが私の婚約者を奪ったってことだよね。なんでこんなにひどいことをしたの？どういうことか説明しなさいよ。どういうことかって言われても困るよ。いいなって思ったからアタックしただけだし。は？だってソウスケくん優しいしかっこいいじゃん。それに実家が不動産経営の次男だよ。超安泰の最高物件じゃん。その前に私の婚約者なんだけど。でもまだ結婚前でしょ。奪っちゃダメなんて法律ないじゃん。は？っていうかソウスケくんを紹介したのはミカでしょ。私に紹介するってことは奪われる覚悟があったんじゃないの？もしかして高校時代のこと言ってるの？ユカが私と付き合っていた先輩を奪った時のこと。ああ覚えてるんだ。それなのに私紹介するとか勇気あるよね。あの時のことはしっかり覚えてるよ。でもユカが必死に私に謝ってきたから許してあげたのよ。それに友達も私とユカを仲直りさせようと一生懸命だったし。そうだったんだ。私てっきり奪ってくださいって言われてるのかと思って。はあ、そんなわけないでしょ。もうあれから何年も経ってたし、まさかこんな最悪なことが繰り返されるなんて思わないよ。あの日ソウスケ君を紹介した時さ、高校時代の友達みんなで飲んでたじゃん。近況報告で集まったんだよね。それで私が結婚することを報告して、たまたま近くで飲んでたソウスケが合流したんだよね。あの日私が何を話してたか覚えてる？確かユカは最近彼氏と別れたって。そう、友達が失恋して泣いてるのに、よくのんきに結婚の報告なんかできたよね。彼氏も呼んで目の前でのろけやがって。でもあの時ソウスケを呼ぼうって言ったのユウカだよね。空気を読んだだけ。本当はあんたののろけとか結婚報告とか聞きたくなかった。っていうか高校のメンバーで一番早く結婚するのは私だったの。あんたが私より早く結婚するとか許さないんだから。それが理由で奪ったの？失恋した時にのろけたからとか、自分より先に結婚するからとか、奪う理由が幼稚すぎるんだけど。でも結果的に私が選ばれてあんたは振られたの。ソウスケくんは私のものだから。子供もできたんだもんね。今ソウスケから謝罪の LINE が来たよ。本当に二人は結婚するつもりなんだね。だからそう言ってるじゃない。ソウスケくんと結婚するのは私だから。結婚式は半年後の予定なんだけど、あんたは来なくていいわよ。あんた以外の友達全員に来てもらうから安心して。もしかして私とソウスケくんの結婚式に来たいの？奪った人の結婚式に出席したいとかウケるんだけど。行きたくないに決まってるでしょ、そんなもの。私は略奪カップルのくせに結婚式までしようとする二人に驚いたのよ。よく事情を知ってる友達まで呼べるわね。だって結婚式はみんなに祝ってもらうものでしょ。あんたはご祝儀だけ送ってね。
私と彼の幸せな結婚式見るの辛いだろうし。いえ、出席させていただきます。え？この際、出席してやるわよ。あんたたちの晴れ姿、見届けてあげるわ。嘘でしょ？よく来れるわね。ご祝儀も払ってあげるんだから別にいいでしょ？それとも、私が出席すると、罪悪感で結婚式に集中できないから。はぁ？そんなわけないでしょ？ミコに罪悪感だって全然ないし。いいわ、後で招待状送ってあげる。来れるものなら来てみなさいよ。ちょっとミカ、あんた信じらんない。なんてことしてくれたのよ。え、何？友達として結婚お祝いしてあげたじゃない。何がお祝いよ、あんなスピーチしておいて。え、そんなにまずかったかな。高校の友達みんなと相談して友人代表のスピーチしたのに。何が友人代表スピーチよ。余計なことしやがって。余計なこと？友人代表として優香のことをみんなに紹介してあげたのよ。優香がどれだけみんなに迷惑をかけてきたのかをね。はぁ？新郎ご家族や親戚ご友人の方に教えてあげたの。私から婚約者を奪うような女の子で、過去にも私は友達の彼氏を奪ってきて、その上貸したものやお金は未だに返さない子だってこと、みんなびっくりしていたわね。驚きもするわよ。あの後どれだけ大変だったか分かってる？あ、ごめんね。私たちスピーチが終わったらなぜかお腹痛くなったの。だから披露宴の途中で帰っちゃったんだよね。あの後どうなったの？皆さん私たちのスピーチに感動してた？感動どころかドン引きよ。略奪のことはソースケ君の親にも言ってなかったのに、みんながどういうことなんだって問い詰めに来て、披露宴を即中しよう。そうだったんだ。大変だったね。誰のせいでこうなったと思っているのよ。優香のせいじゃない。はぁ？私たちは友人代表として優香のことを教えてあげただけ。受け入れてもらえなかったからって友達のせいにしないでよね。あんたのせいでこれから両家で話し合うことになったわ。もし離婚になったらあんたのこと訴えるからね。じゃあ私たちも窃盗の被害で訴えようかな。え？披露宴じゃ空気を読んで貸したって言ったけど、ゆうかさ、本当は私たちから盗んでるものあるよね。あの日みんなで集まった緊急報告会からみんな物をなくしてるんだよね。え？私はバッグに入れてたハンカチがないし、他のみんなもアクセサリーとかメイク道具とかちょっとしたものがなくなってるんだよね。でも不思議なことに全部ゆうかの SNS に載ってるんだよね。友達が貸してくれてって書いてあるけど、誰も貸した記憶はないんだけど。違うのよ、それはちょっとしたいたずらっていうか。いたずら？だってあの時みんな幸せ報告ばっかりだったんだもん。彼氏ができたとか当選するとかそういうのばっかり。私が失恋したのにみんな幸せだからムカついたの。だから驚かせてやろうって。最低だね。友達の幸せもお祝いできないんじゃ、もう友達じゃないね。これからみんなで警察に行ってくるわ。え、今？被害届は早うちに出しておいた方がいいでしょ。待ってよ、そんなの困るよ。ミカだってわかるでしょ。ソスケ君は警察官なの。身内が被害届出されたなんて知られたら。そもそも身内になるか怪しいじゃない。これから両家でお話し合いするんでしょ。誰のせいで怪しくなったと思ってるのよ。うわー怖い。さすがに窃盗犯だと広めるのはかわいそうかなと思って、披露宴では遠慮して言わなかったのに。それなのにこんなひどいことするなんて。悲しすぎて辛いから被害届出してくるね。お願い待って。今のは私の言い方がまずかったわ。本当にごめんなさい。だから被害届を出すのだけはやめて。でも優香は私たちを訴えるつもりなんでしょ。それはもうしない。約束する、絶対に訴えないから。本当に？ソウスケと婚約破棄になっても、台無しになった披露宴とかの費用全額負担になっても。え、ユウの結婚式も披露宴も全部ソウスケくんのご実家持ちなんだけど、これって私が支払うことになるの？なるに決まってるじゃない。ソウスケのご両親にしてみれば、今日の結婚式披露宴で恥をかかされたのよ。あんた、訴えられても文句は言えないわよ。え、訴えられるの？せめて初めからご両親に言っておけばよかったのにね。まあ私には関係ないし、あとは頑張ってね。待ってよ、私たち友達よね。今すぐ戻ってきて。え？話し合いの場にいたよ。それでスピーチのことは冗談だって説明して。お願い、婚約破棄されないように
友達じゃないし、そんなことできないよ。え？こんなことがあってもう友達になって戻れないよ。それじゃ両家でのお話し合いが終わったら、次は私たちへの謝罪と返金返品よろしくね。待ってよ、もしかしたら私結婚式費用全額負担になるかもしれないんだよ。それなのに返金とかそんなお金ないよ。じゃあ被害届出す。もうあんたのわがままに振り回されたくないの。ここできっちり清算してこれ以上お互い関わらないようにしようね。それじゃ連絡待ってるから。両家での話し合いの末、優香たちは子供のこともあり、なんとか入籍することになったようです。しかしたくさんの人を呼んだ結婚式や披露宴の費用は全て優香側が支払うことになり、入籍後は義両親との絶縁が決まっているそうです。そして私たちにも返品返金をした優香の行方は友達誰も知りません。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。